黒髪の磯のチャンネルへようこそ。なんかメガネがちょっとどっか行っちゃって、あの迷子になっております。アマゾン先出し久しぶりにやっていきたいと思います。はい、今回はですねこんな感じで3つ届きました。でこれね全部一緒のものが入っております。一緒のもの、まあ一緒のジャンルのものが入っておりまして、うん、まあちょっと開けていこうかなと思います。ちょっと個人的には楽しみなものなんですよ。はい、あ、最近買ってよかったものランキングやってないね。ていうかさ、もうディルフ君がもう死んだ、もうなくて、ディルフ君が。どうしましょうか。ちょ、ディルフ君なしでちょっと買ってよかったものランキング出したいと思います。ちょ、おしゃれな方向に行こうかな、俺も買ってよかったものランキング。まあ、いろいろ考えて。はい。これね、一番好きなやつです。これめっちゃ気持ちいいわ、マジで。もうほとんどの人が今日の、アマゾンの先出し、興味ないものばっかりだと思うんですけど、まず一つ目はですね、こちら。ズドン。これ、レベルロイヤルというところの、これはですね、スケートボードの、こう、取り付けるもの。まあ、工具なんですが、これ、まあ、これ一つでスケートボードをね、まあ、取り付けれる、この、六角のサイズと、この、プラスドライバーとかすべてついてるような形で、これはもうスケーターはね、みんな持ってるような形でございます。はい。まあ、とりあえず、一番安いの、購入しました。あー、けどそうだね。やっぱ安いだけあるわ。なんか、ここら辺ここ。ちょっと見づらいと思うんだけど、ここの先端の穴のところとか、ちょっと雑ですね。うん。あー、ちょっと雑だけど、まあまあまあ、工具だから、まあ、これでいいしでしょ。はい。こんな感じでございます。ね、スノーボード今年結構買ったじゃないですか。行かない臭いな。うん。なんかそんな答えを出してしまいそう。スノーボードの保管方法を最近調べてるもんね。やばいです。はい。で、次ね、これ。これはですね、スケートボードの、まあ、ベアリングね。まあ、スケートボードって、こう、タイヤついてるでしょ。その中にね、タイヤの中にベアリングを入れるんですよ。で、ベアリングを入れて、こう、スピードを出るようにするんですけども、で、そのスピードのレベルがあるんですけども、これは速いやつ。ABC で言うと、7か9だったような気がします。はい、を購入いたしました。で、もうスケボーを買うって、俺の中で、ほんと高1ぶりぐらいなんですよ。だから、とりあえずその時にあったメーカー、だからスノーボードもそうなのよ。その時にあったメーカー、うん、を買ってるって感じ。まあ、ユニオンのバインディングたちだけは、違うんだけど、そう、その時のメーカーみたいな。だからこのベアリングは忍者です。はい、こちらね。そう。スケボーのブランドとかも全然わからないのばっかりなんですよね、今。はい。で、これは何ですかね。はい。これはですね、これは忍者の、さっきのベアリングの忍者のオイルでございますね。はい。こんな感じで。うん、もう、横乗りがね、もう、北海道行ったのが失敗だわ。北海道行って、スノボー行ってから、もう横乗り大好きって感じで、道でスケボーしてんだよ。最近。40分とか、1時間とか。もうやってること中高生なのよね。うん。って感じです。けど結局そうだよね。あんまり、だから思考って変わんないよね。だから結局遊ぶのとか部活がやめて、それが今大人となってはさ、要は学校の時間が仕事になって、そういう部活とかの時間がまあ自分が通いになってみたいな感じだもんね。だから変わんないよね。だから俺はただそのやってることがね、また再発してしまった昔と同じことを。で、次これね。これも、なんで買ったんだろうって俺ポチった瞬間に思ったんですけど、まあ、ちょっと返品はせずに、こちら。もう何か分かってるんですけど。これ。はい。ちょっと開けましょう。はい、これ。これはね、ナイキ SB って言って、まあ、ナイキもね、スケートボードのブランド出してるんですけども、そこの、リュックでございます。で、池袋ね、スケートボードするところがなくて、それはさ、俺もさ、もう35なんで、こう、道でね、スケボーしていて、
こう警備員さんに止められたりとか警察が来てみたいな職質受けたりとかされたくないんですよ、さすがに。うん、まあ、最近ちょっと道でやってんだけど、だからこうスケートボードパークみたいなところ行きたいと、うん、いうことで、そうなった時にね、こうスケボーをここに、ちゃんと収納できるものを買いました。うん、でここにスケボーをちゃんと収納できて、でなおかつここにねメットをつけれるっていうね、ちょっと今やってみよう、それ。まあ、このスケボーもね、ちょっとあの安いスケボー一昨年買ったのかな、覚えてます？新宿でやってたやつ、唯一動画出したの。まあ、それなんですけど、はい、まあ、こんな感じでこのスケボーをどうやつ、え、けどこうこれデッキテープってこれザラザラするんですよ、ヤスリみたいで。え、こっちだとちょっと嫌なんだけど、こういうことなのよね。けどえ、どうしよう、これ可愛いもんね。え、傷つけたくない。え、どうしよう、ちょっとやってみる。まあ、こういうことだよね。うん、多分おそらくこういうことです。はい。で、これに、ほら、このメットだけはさ、一応これ外せれるから、ここの耳当てのタイプが。外せれるから、こんな感じで、こんな感じでどうですか。少年だね、僕は。はい。こんな感じで、街歩いてたら、ここ、俺ですので、はい。あの、話しかけてみてください。なんかね、好きなんだよね、こういうストリートカルチャーみたいなのとかスケボーとか。なんか本当は自分はそういうなんつうんだろう、まあスーツとか、あとはそのそれこそさ、ファッションのブランドで言うとエディフィスとかね、そういう綺麗め系が正直似合う顔ではあるのね、あると思ってんだけど俺は。けどなんかそういうストリートダンスとか、まあちょっとバイクもそうだし、あと車もなんかアメ車とかさ、なんかそういうのが好きなのよね俺。まあこんな感じでまあこんな感じでございます。はい、とりあえずこれでねスケボーちょっとしに行こうかなと思いますので、よろしくお願いします。それでは。